はい、こんにちはくんです。ということで、今回は、プレイヤーを強制的に敗戦士にするモッドで、ちょっとゲームをしていこうと思います。ちなみに、老戦士にもできます。敗戦士って何？はい、お答えしましょう。敗戦士、老戦士ってのはどういうものかというと、亀下くん体感させてください。はい、全員敗戦士でお願いします。体験モード、カバー！うぅ、やべやべやべ！ちょ。はい、っていう風な感じでですね、めちゃくちゃ振り向きが鬼のように速くなります。あ、でもなんとはなるわ。あ、でもなんかちょっとやばい。菩薩さん監修するときお酒飲んでて吐きそうになったらしいにゃ。ヨウロでこの企画できません。いや、大丈夫、ノンノルさん。全員の中のたった一人だから。で、今回はこの企画で何をするかというと、この50人の中でたった一人だけが敗戦士になります。で、その敗戦士になった人をクンさんが当てることができるかっていう風な戦いをします。人狼ゲームみたいな感じですね。マウスガイ DPI 自体余裕じゃね、はい、やめてください。そういうことはしないでください。はい。うわー、はい、戻りました。逆に、老戦士とはどんなのか教えてください。老戦士体感、乾杯。はい。ということで、こんな感じになっちゃいます。これはかなりバレそうな気がします。はい。ということで、ちょっと全員解除してみてください。で、一人だけじゃなくて人数も指定できるんですけど、ちょっといきなり最初から一人にすると難易度高すぎるかもしれないので、この中で10人敗戦士でやってもらいます。で、敗戦士でやってもらうことは木を切ることです。ここの木を切ってください、皆さん、普通に。で、クンさんが当てます。10人なんで結構多いですよ。老戦士は0。確かに。なんか元よりちょっと早いような気がする。はい。それじゃあ、バイバーイ。さあ誰だろうな、みんな木切ってね。はい、みんな木切ってくださーい。ん、どうしたロゼピン。いいよ、上がりな。はい、右から上がったらロゼピン。なんでロゼピン、なんか そんな、なんかロゼピンどうしたの、なんか全然なんか振り向かないね、ロゼピン。どうしたなんかやりにくそうだね。ロゼピンさん、ちょっとこっち見て、ピン、こっち見て。どうした、ピン、なんか首座ってない赤ちゃんみたいになってるよ、ピンさん。ん、どうした、ピンさん、大丈夫。はい、ということで、ピンさん、一人。ピンさん、合ってる。違います。え、マジ本当にピンさんじゃないの、騙された、ピンに。え、誰だいや、わかんねえなー、これ。うまかったなー、ピンさん。チルノ？こっち向いて。ゆっくりだね、振り返るの。さって振り返ってよ。チルノ？ほら、さって。なんでそれゆっくりなの？なんで、どうしてチルノ？どうした？まあいいや。ん？まあ怪しいな。アケンさん、アケンさん、なんでその上見るのゆっくりなの。アケンさん、アケンさん、あ、ゆっくり見てない、なんか、どうしたの。はい、アケンさん。違う、マジ、え、これむずいぞ、これ。敗戦士むずいのか、意外と。みんな適応できちゃってる、もしかして。エビちゃん、どうしたの。エビフライ、こっちだ、エビフライ、横。こっちすぐパッて。いや、これはエビフライ、これはエビフライだろう、さすがに。はい、エビフライ。合ってる？これ、うなずいてるらしい。はい、オッケー、エビフライだね、まず。まずは一人。こんな感じの挙動になるのか。家建てよう、家。こっちで。こっちで家建てようね。ちょっと PVP して遊ぶか。PVP。窓、殴り合いで PVP しようぜ。行くぞ。ほら。窓、PVP しよう。窓、こっち。後ろだよ。窓、なんかおかしくない？いつもの窓ならもっと強いよ。窓、こっち。ほら。窓、こっち。でもどうだろう。演技の可能性もあるな。いや、ちょっと待って。今一瞬で上向くのは無理じゃね？普通の戦士だと。はい、窓違う。
違う。これむずいぞ。演技されたらわかんねえぞ、これ。もう戻してくれませんか、酔いしぬ。これ、イモチャとかわかんない。わかる、イモチャ、その動き。でもさ、デさっきからそれっぽい感じなんだよね、なんか。デさっきから俺が見てないところでもその感じなんだよな。デ違う？違うんだ。誰だ？なんかもう全員同じようなことしてるからわかんなくなってきた。いやー、これ悔しいなー。全然わかんねえぞ。老戦士とかの方がわかんのかなー。デポン？こっち見て。でもうまいな、デポン。後ろ見て。PVP しよう。下手じゃない、デポン。でも、もともとデポン FPS 下手か、でも。もともと下手だから、なんかわかんない。区別がつかん。シンプルに下手なのか、感度がやばいから下手になってるのか、判別つかない。なんか嘘っぽいな、これ、動き。デポン多分違う。多分、ただしゃか多分違う。本当は多分、もっとやばい動きになる。だから、ヤニャーっぽい気がするけど、ヤニャーの本当じゃないそれ。ヤニャー嘘？ただしゃか嘘っぽいな。元から振り向き1センチ。ダメだ、これそういうやついるからダメだ。デポンってそもそも振り向き何センチ ?5 くらい？あー。わかんねえ、区別つかない。もともと振り向きが高いやつは区別つかん。誰だろう。一回クンさんのもとに全員集合させよう。はい、この家のところにクンさんいます。はい、全員集合。全員集合してください。全員集合集合。はい、俺の方見て、みんな。はい、俺のこと目で追ってください。顔で追ってください。わかんねえ。コウタン振り向き何センチ？もともと。振り向きってどうやって見るの？ああ、そういうやつか。いや、わかんねえ。で、ゴリラビとか完全同じ挙動だもんな、これ。ちょっと遅い気がする、ゴリラビは。もっと一生懸命頑張ってるやつの気がするんだよな。わかんねえぞ、これ。ディディ？ディディそれガチ？ディディ？ディディこっち向いて。いや、今の振り向き早くねえか、なんか。振り向き早くない、今。ぐるんってなんかこっち向かなかった？ディディ、マウス一周させてみ。斧をまず向いて、ぐるって180度一周させてみ。何？もう一回やって。あ、多分これ早すぎて処理されてないのか、これもしかして180度。スキンが動いて見えない。おい、お前そうだろ。ちょっと待って、お前違うの？亀下くん、これ難易度やばいわ。これ多分、無理だ、これ。むずすぎる。はい、じゃあちょっと答え合わせします。はい、じゃあ、敗戦しちゃった人、ジャンプしてください。あれ？あ、ま、デポンそうだったのか！ただの下手くそかと思った。あ、なんか全然いなくない？エビフとデポンと匠だけ？え？おい、10人って話はどうなった？あれ？あれ？自分でも気づいてないんじゃ。え？ゲーム下手くすぎて気づいてないってこと？沼すぎて自分が敗戦士にされたこと気づいてない説？あ、今日はマウスの調子が悪いな。ちょっと亀下くん、誰がなったか読み上げてくんね。サーバーログ辿る。確かに普通気づきそうだけど、放置で敗戦士になったことわからないで落ちた。そ、7人もいる？まあちょっと見ますか。あ、この様バニラで入れるんや。は？いや、バニラで入ってないだろ、さすがに。入れてないバカがいっぱいいるかもにゃ。そんなやついないだろ。はい、ということで、沼ランで入ってない人を、モッドで遊ぼうと言って、モッドを入れずに入って、とりあえず入ったことを演出するやつが何人いるかドッキリでした。はい。やな、ネタバラシ早い。はい。ということで、この企画は実は、モッドで遊ぼうって言って、入れてこない怠慢な参加勢が何人いるかってのを探すためのドッキリでした。ちなみに嘘です。ドッキリだったドッキリ。なんかログ見たけど5人しかなってない。すいません、残り2人は。誰だったの？残り2人。退出しちゃった人ってこと？誰がなってる？カメスタモード、デポン、カエル、トーマス。おい、カエル、トーマスよ！おい！おい、ちょっと待って、いたぞ、あいつら！おい、トーマス！お前は？お前何してんの？お前、戦士早くなったんじゃないの？気づかなかったってこと？
なんか普通だなって超ダメ。あ、沼すぎる。なんか早いな。なんか早い気がする。え、バニアでした。あ？バニアね、カエルくん。おい、カエル。お前さ、お前らさ、じゃあさっきさ、めっちゃ戦士早いねとか遅いねとか言ってたのさ、あれ、どんな気持ちで聞いてたのお前。お前らどんな気持ちで聞いてたあれ。あれ、あれの時に分かったはずだろ。おい、早いんだなーって変わらなくね。おい、言えよ、それ。なんか自分がおかしいって気づけよ。なんか変わんないなー、おかしいなー。変わってるのかなーって。自己主張弱め。ゆるいなー。ゆるい。この企画ゆるい。しかも、同時に亀パワーがミスってる。5人しか、できてません。同時に亀パワーミスりました。え、両方 VC しながら遊んでんの？それでこれ？嘘でしょ？ VC しながら遊んでんの？なおさら気づくでしょ？なんで気づかないの？ VC しながら遊んでんのに。なんで？気づかないとかある？そんなのあるのか。これで1本できるかもな。これで1本やって、戦士が遅い方は、なんか別でもう1回やってもいいかもな。いい落ち着いたんだけど、これ。オチが面白すぎるから、これで終わってもいいかもしれない。オチが面白すぎるから、面白すぎるから、これでいいかも、別に。これはこれで1本になるかもな。せっかくもっと作ってるんだし、まあなんか2回利用するのは悪いことじゃない。うん、いい落ち着いたから。まあ、ちょっとしてからもう1回同じやつやりましょう。はい、これじゃねー。お疲れ。